北向侑希は、青森県上北郡桃石町出身のプロバスケットボール選手である。ポジションはガード。桃石町立桃石中学校を卒業後、名門秋田県立能代工業高等学校に進学。1年時は出場機会がなかったが、2年生時の2002年第33回全国高校選抜優勝大会で活躍。確率の高いスリーポイントシュートと鋭いドライブで注目を集めた。3年生時の2003年は全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会と第34回ウィンターカップの2冠を獲得に貢献。ウィンターカップではベスト5に選出された。2004年4月に明治大学進学後、4年時に全日本大学バスケットボール選手権大会ベスト8を経験。大学在学中の2008年2月、BJ リーグのアーリーチャレンジ制度を利用して埼玉ブロンコスに入団し、11試合に出場。シーズンオフの BJ リーグドラフト会議で埼玉から全体4位指名を受け、正式入団した。2008から09シーズンは51試合に出場。2009から10シーズンは47試合に出場し、リーグの個人ランキング5位のスリーポイントシュート、成功率 38.5% を記録した。2010から11シーズンも埼玉でプレーしていたが、シーズン途中の3月11日に東日本大震災が発生し、チームが活動休止したため、救済措置として、秋田ノーザンハピネッツにレンタル移籍。シーズン終了後、埼玉に復帰。2011から12シーズンは、スターターとしての出場が増加し、50試合に出場したうち48試合でスターターを務めた。プレータイムも増加し1試合平均29分の出場で 8.5 得点を記録。2013年2月 21.22 日の仙台パ89アーズ戦では22日にキャリアハイの30得点を記録するなど連勝に貢献して週間 MVP を受賞。2012から13シーズンはさらに出場機会が増加し、レギュラーシーズン全52試合に出場。1試合平均出場 38.5 分で 15.5 得点を記録し、このシーズンのモーストインプルーブドプレイヤーを受賞した。2013から14シーズンより、このシーズンより新規参入する青森ワッツに移籍。ありがとうございます。